そうですね。東京、神奈川、埼玉、含めて関東圏で15、6回、それから福島では今年の8月から月1回とか2回っていうペースでやってます。あまりに神経質になりすぎてストレス溜めるようなこともやっぱり避けていきたいということで、どうやってバランスを自分なりに見つけていくかっていうのが、この負けないっていうことの意味なんですね。で、そこを探っていくきっかけを今日与えようというふうにしてるんです。さっき甲状腺怖いねって言ったよね。でもね、ロシアで起こったことと福島で起こったことだいぶ差があります。わーっと浴びたその要素の量から言うと、例えばロシアがエベレストの山の頂上ぐらいの、どういうのかな、大きさだとすると、量だとすると、それと比べるとね、50メートルぐらいの山にの分しか福島には降ってないんじゃないかなって言われてます。もう規則性がないよね。パッと飛んだり、パッと飛んだり、出ましたでしょ。あれが、2分間やると、大体平均されるんです。除染情報プラザ、こちらですけど、福島のここで、月曜日を除いて平日やってますと。で、放射線とか、除染って今どうなってるのとかですね、あるいは仮置き場ってどういうことなのとか、そういう、住民の方々の、身近な、知りたい、そういう疑問に少しでもお答えできるように、やっていますと。今日みたいな、放射線のワークショップというのも、月1回ほど開催してまして、子どもを持つ親御さんとかですね、不安な子ども、大人の方々含めて、少しでも知って、正しく知ることで、放射線に負けないといいますかね、そういう生活の、知っていただくことで、この福島で前向きに進んでもらえるように、と思って取り組んでいる次第です。少しでもお気軽に活用してもらえればと思います。